N 座のその背骨の筋周りの筋肉を強化すればこうなるから、あの集中力が上がりますみたいな、これってほぼあの答え出してるわけじゃないですか、うん、でそういうその背骨の鍛え方は分かってますかと、うん、分かってませんと、うん、じゃあ私教えますと、うん、いくらですっていうんだったらもう教わりたい人が来ればいいわけです、うん、自分で背骨なのねって分かったら背骨の本とか買ったりとかしてですね、自分でやることも可能なわけです、うん、要はねそこなんですよ、うん、これもね結構駆け引きなんですよ、うん、高額商品売るときに、うん、だからもう内容はこうですよと、これができる人は自分でやっちゃった方が安いです、うん、まだという、でももしちょっと分かんないとかめんどくさいとか、私 N 座と一緒にやりたいみたいな人がいたら、うん、このN クラブに入ってください、うん、感じにするともう全部出しちゃってるじゃないですか、うん、駆け引きないんですよ。なるほど。でも実はこれはもうすでに駆け引きが始まっていたという確かにこれはね偏方性の法則みたいなのが入ってますよ。そういうことです。いろいろあるんですよ。そうか、まあ、そういうのありますけどね。この会社さんは自分ではできない領域らしいんですよ。その自分ではできない領域が何なのかを説明これしてます。いや、してないです。だそこなんですよ。もうその時点でね、うん、香ばしい、うん、キャラメルコーンの香りするみたいな。何しよこれ。あれ、まだ、なんか一人で受け出されたこれ。なんだろう、今日。キャラメルコーン。なんか私のこれはアルコールの入り方ですかね。あんまり大きい声で言わないでください、これ。すいません。すいません。テフペロの質です。テッカメンですね。テッカ、おい、許さんじゃんバイブスがあれなんか私のねあれっていいですね。朝からいいです、うん、そうなんですよ。海賊狩りのゾロだっていつも飲んでます、ええ、そっか、そんな感じなんですよ。あ、でもね、私もたちもね、ふわりもね、一個ねそういうので調べてきたのがあったんですよ、うん、それはね、記憶力を改善すると人生も変わるっていうロジックっていうか、スキームっていうか、ロジックの主張のやつで、うん、YouTube の CM で見つけたんですけど、うん、ちょっとまだ初めの導入の動画しか見てないんで、うん、もうちょっと見てみようかなと。確かにね、本当にその記憶力が上がれば、まあ、集中力上がるよねと、うん。集中力が上げられれば人生は変わるよねっていうのは、まんざらでもないかなとか、うん、マザーテレサみたいな。それがどのくらい、マザーテレサ、うん、なんでしたっけ、習慣が変わればみたいな。習慣が変われば人生、あれね、マザーテレサ説あるんですか。あれはね、誰が言ってるか分かんない説。テレサ10ですか。ま、テレサ10は、時の流れに身を任せてる人なんで、ちょっと難しいことやめてもらっていい。なんか、その瞬間、なんか出さなくちゃいけないみたいな。大喜利みたいなと、うん、ちょっとやめて、今たまたま、そうですね、今白原とテレサ店出せたからいいけど、珍しく困る、今ちょっと次出せなさそうな気がして、ちょっと今ビクついてる人いた。面白い反応です。新しい反応を見られました。ビフリやってほしいからということで、まあそういうことなの、うん、なんかそのそれを吹けばおケアが儲かるみたいのどのくらい表で出してるのか出してないのかで、うんうん、大体出さないやつらは、うさんくさい説っていうのが私の、うん、でも全部さらけ出すという廃業作戦あるんで、うん、我々フッフッフファミリー直伝のね、うん、あれを出したときはだいぶ自信ある人たち、うん、そっからですか。なるほどですね。ここはまずその時空界、天空界、うん、名前がなんかちょっと中二病感を感じますし、でなんか隠してるわけでしょ、うん、うん、ちょっと楽しみですね。うん。だけどすごいことって私もやりたい。そうですね。毎日やるパフォーマンスさせるんで。物理の。うん。物理の専門家ですか。物理の専門家です。うん。物理を醸し出さないようなね、いい内容であってほしいんですけど。私は本物目指してます。モノ本です。モノ本ですか。モノ本クラブですか。いや、でも。